皆さんこんにちは、タイガー桜井です。そして宮本です。からのいないです。はい、ということでですね、今日は若園さんお休みなんですけれども、はい、聖杯伝説2のガチャをちょっとやってみようかなと、うん、はい、聖杯伝説、はい、思います。行こう。はい、僕ちょっとね、フライングしちゃったんですよ、実は。うん、実は引いちゃって、うん、でやっぱ動画外だとちょっと運がいいんですよ。あ、動画外だとね、やっぱ見られてるとやっぱ弱いんだ。そう、うん、まあね、うん、それはあるよ ね、 前回はいい引きをしたんですけどね、うん、はい、今回は、私パーシバルを出したいと思います。パーシバル、うん、パーシバル以外ね出したんですよ、うん、なのでまあパーシバルしかやらないみたいな、はい、いやでも2体目も正直欲しい。特にグイネビア、ギネビアね、うん、グイネビアは結構3体ぐらい欲しい。強いからね、普段使いもしやすそうだし、はい、という感じで、はい、私じゃあ少々引かせていただきます、はい、いきます。聖杯伝説運命の時、今回渋いよ。いや今回甘いから甘い、マジ甘かった。甘い甘い、だってもう10連して1個目でグネビアだったんだよ俺。マジで、うん、それ甘いよ。おっ、サラマンだ。サラマン、サラマン、はいはい、お前サラマン出たね。サラマンガチャ、サラマンガチャでしたね、うん、なんか、はい、聖杯伝説出てきそうだね。ちょっと対象を1匹出します。あら、おっ、頼むよ。動画今映ってるよ。映ってないよ。普段通残能引こう。残能引こう。残能引こう。ブルンブルン。さあ、ユグ。あ、ユグユグユグ。竹見和地、竹見か。いや、星も出ますね。出ますね。あれ、いや、なんか惜しいんだよな。惜しいね。竹見も弱点キロだね。そうだよね。ちょっとじゃあラストいきます、ラスト、ね、頼むよ。対象とりあえず1体出して。対象出すよ。見たいよ、そのなんかさ、この後俺引くんだけどさ、それに希望を持たして。今んところなんかちょっと新しい文字希望ないよ。マジ、はい、これ前に運が寄った、もしかして。いやー、わかんないよ、わかんないよ、それは。おお、ガメイン、ガメイン来たわー。マジか。おお、おお、グルビア、グルビア。これっすわ。いや今回激甘。いやね、ありがとう。俺これから聞くからさ、なんか、うん、そのあ、俺も弾きたいなっていうその希望が溢れてきた。やっと、うん、おめでとう。やっと、すごいすごい、ありがとうございます。なんかガブインもなんか適正クやったら2体詰めるよね、あそこ、うん、神顔をね、うん、え、いいね、いいね、ありがとうございます。おめでとう、あざます。ということで次は、はい、小川さんが、あ、違う、小川さん、すいません、すいません、すいません、佐川さんちょっと気になってた、はい、ごめんなさい、ごめんなさいごめんなさい、はい、はい、ということで、小川さんのガチャ、はい、はい、今回は何が欲しいんですか。グイネビア、グイネビア、グイネビア、はい、グイネビア出します。はい、そうっすね、します。もうなんかグイネビアを10体10体、はい、10体で、おまけでパーシバルと画面を1体ずつ、はい、左下に出てるんですね、はい、出します。俺の端末はそういう風にできてるんで。ああ、なるほどなるほど、やってます。メダルじゃなくて、うん、モンスターが出ます。なるほど、はい、つないでください、僕に、はい、つないでください。さあ、小川さんね、いい感じで引きで、そろそろやってくれるんじゃないかなと。やってくれる、すごい引きを、うん、そろそろ10体出してくれるよ。うん、いい加減ね、いい加減。まあ最初で全部出るけど、うん、とりあえず場合によっては30連します。はい、あ、場合によってあの壊れてる時あるから。そう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 、予期せぬ時代もあるからね。確かに音出てますね、うん、おっ、おっ、コマ、あ、よかった。おお、ガブイン、やるやるやる、ガブイン、ガブイン、ガブインね。あ、おっ、マジでいいんじゃない。マジで、おお、あれ、諸葛亮、諸葛亮、諸葛亮、いいな、めっちゃいいじゃん、1体。え、3体だ。三国シリーズ2体出てんじゃん。ほんとだ。え、なんだろう、やば。え、でもいいな。これまだでもあれっすよね、壊れてますよね。壊れてる。グネビア10体出るはずだったっすよね。そう、うん、確かに予想外だったね、うん、グネビア見せてくれ。出るかな。正規回転ですね。うん、さあどうだ。お、ヤタガラス、なんだ、お、異常に出るな、星5、上杉とヤタ、やばくない、星5出るね、すごいすごいすごい、ヤタガラスいいっすよ、ヤタガラス、ヤタガラス、うん、剣士、すげえ、うん、希望持てるわ、希望ある、
じゃあもう10年はいはいします。お願いします。さあグネビアは来るのか。出したいな。もう水回り来てるからね。あるんじゃない。おでいジュン。ポロ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 緊張の何それ。イメージを。あっあー狙そうだな。やったか。あーダメだ。おまけも普通にメダルだしですね。はいはい、ということで、でも星5体は5体出てますよね。ガイン出たしね。うん、いや今回まあ、うん、いい結果だったんじゃないでしょうか。うん、うん、めっちゃいいと思う。うん、諸葛亮も出てるし、うん、やったかこれ。諸葛亮も出てるし、これやったか。これやったな。さあ来るか。あーやってる ねテンポずらしたね。俺こんな引いたの初めて。来たかでは。ちょっと悔しい。ちょっと悔しい。来たくなっちゃった。はいはいはい、はい、あーやっぱ調子乗ったか。あー、あーこれはちょっとやりましたね、はい、やりましたね、はい、じゃあ以上。じゃあ宮坊行こう。宮坊さん行きます。最後はいはい、ということではい宮坊が引きます。お願いします。いやー俺ね今に来たってうん、嬉しさをひしひと感じています。なんかそれいっぱいになって、うん、めっちゃ出たから、うん、嬉しさをひしひと感じています。喋りがクソムカつくんだけど。行きます。はい、宮坊にもこの嬉しさを感じてほしい。やろ、喋んな。はぁーはぁー。ポロ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 リンチョー。ちょっとね、そうだよ。来いよ。お、グブ来いよ。見よ。腕ビアじゃん、あいつ左腕のやつ。はぁー。はぁー。怖いよ。でもなんかやっぱ今まであのみんな大勝利っていうやつやあんまやったことないんで、うん、俺落ち目。ここで宮坊にやってほしいなと思って。いや頑張るぞ、うん、ここでやっぱりさこのガチャの甘さをさ教えよみんな、うん、いくぜ。はぁー、デス重心化おめでとう。さあ祈っていく。いやね、ハデス出るってほしいね。ハデスとか最近出ないからな、あいつ、うん、なかなかね、うん、これやったか。ああ、一面ですね。さあこれにさすがのミヤモーもぶち切りか。うわー、もうやっばーいよー。はーです。受信課おめでとうございます。はい、おめでとうございます。頼む。やったかよこれ。おーっと、おーっと、おーはっ、おーはっ、力じゃない、ごめん、ごめん、焼き払ってごめん、焼き払ってごめん、ね、からのおーおー、ここゴビンとゴビン、おーごガメインの進化前か。進化前、前までこいつが進化するとガメインなのか。そうだからね、うん、息子進化前まで。じゃあアーサー出たんだけど。いいな、俺アーサー1体しか持ってない。俺、5体目かな。うん、いいな。うん、でも普通にこのノーマルのやつ持ってなかったから、うん、お、同族加速いらねえ。はっきり言って同族加速いらねえけど嬉しいですね。そうっすね、ガメイン出たんで。わった、狙い通りだ。よかったよかったよかった。うん、うん、狙い通り。横打ちはね、本当全部欲しかったね。うん、グエリアスじゃなくて、なんだっけ、ガグビネミサ、そう、それグネビア、グイネビル、グイネビア。欲しかったね。欲しかったわ。グイネビ、グイ、グイネビア、はい、グイネビア、うん、グイネビアか。間違いすぎたけど、まあ、うん、とりあえずちょっともう一発いいっすか。いいよ。くそ、とりあえず聖杯シリーズだったね。アーサーね、アーサーまではね、裏で確率アップあるのか、はい、多分ないと思うけど。じゃあないですね。はい、ということでね、今回の聖杯伝説2シリーズ、詳しいね、性能をもっと知りたいよっていう、我々考察動画も撮りましたので、ぜひそちらの方をね、チェックしていただければと思います。それでは、いかがでしたでしょうか。いつものようにですね、画面下左下概要欄の方に、じゃあ画面下左下の方に、PC からご覧の方にはチャンネル登録のボタンがあると思いますので、
よろしければこちらからご登録お願いいたします。右下、はい、右下か、うん、右下ね、はい、右下ですね、ミヤボーの方ね。あと、画面下概要欄の方に、スマートフォンからご覧の方は登録用の URL があると思いますので、よろしければこちらからご登録お願いいたします。あと、ファミ通アップニコナウやっております。うわー、濃い。こちらの方でしか見れない動画や生放送をやっておりますので、ぜひチェックしてください。はい、もういいの。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。